下流川から見た新井関地図世田川新井関は、滋賀県を移し南郷地先に建設された関である。明治に作られた旧荒井関は南郷荒井関と呼ばれる。琵琶湖から流れ出る唯一の天然河川である世田川の水をせき止め、離水及び治水に供する目的で運用されている。関は国土交通省近畿地方整備局琵琶湖。 河川事務所により管理されている。なお、淀川流域の国土交通省管轄の河川施設の内山ヶ瀬ダム及び水資源機構が設置した日吉ダム、鉱山ダム、松蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、日立ダムは淀川ダム統合管理事務所にて総合的に管理されているが、瀬田川荒井関と淀川大関は各河川事務所により管理、操作されており、 ヨドガアダム統合管理事務所からは情報提供のみ行われている。かつては治水目的で全閉操作がなされることが想定されていたが国土交通省の方針転換により全閉操作は行わないことになった。しかし2013年9月16日に台風18号による記録的な大雨を受け下流の宇治川の氾濫を防ぐために41年ぶりに 全兵操作がなされた。1896年にまとまった、ヨド川改修計画により1900年春、瀬田川改修工事が着工した。これは、セタの唐橋から南郷、黒津までの 5.5km 区間にわたる川底を、掘り下げる他川幅を 101m に広げ、さらに黒津付近に川中へ突き出した大日山を、 ダイナマイトで爆破し54メートルを河川敷に組み入れるというもので、これにより、瀬田川の疎通能力は、毎秒50立方メートルから毎秒200立方メートルに拡大した。新井関本体は1902年に着工し1905年3月、レンガと石で作られた疎通能力は、毎秒400立方メートルの石が、公費62万5千円で完成した。 石の開閉は、複数の橋脚に角材を横に、人力ではめる方法をとっており、全開から全閉までの作業に24時間以上、かかった。石を近代化し、機能を強化するべく、建設省近畿地方建設局が、在来石の直下流に、コンクリート製の稼働石を建設し1961年3月、疎通能力600立方メートルの石が竣工した。なお、 石の開閉は電動に変更された。1992年、バイパス水路が新設され、疎通能力が800立方メートルに向上した。直上流には、旧石の遺構が残っているほか、左岸には展示館、水の恵み館アクアビワが設置されており、旧石の操作の様子が模型展示されている。旧石場は普段立ち入り禁止だが、毎月1回開催される。 荒井関レトロカフェ開催時には立ち入って見学することができる。さらに上流には紫式部ゆかりの石山寺がある。ありがとうございます。